取材班が向かったのは東伯郡湯梨浜町の泊漁港。見つけたのは男の子と女の子2体の銅像。地元特産品の20世紀梨をテーマにした衣装をまとっていました。これが衣装の変わる銅像なのか、近くで聞いてみると、あの銅像って衣装が変わるんですか？あ、変わるって言ったですね。あ、そうなんですか。夏場は浴衣着せてありましたよ。季節ごとに変わるとか聞いてますけど。どうやらこの2体が衣装の変わる銅像らしい。理由を探ろうと次に向かったのは湯梨浜町役場。衣装を着せることを提案したのはなんと町長でした。その特徴のあるものをその時期に表して、まあ、来られた方に、あ、湯梨浜町ってこんな町なんだということを知っていただけたらありがたいなというのが思いです。2体の子どもの銅像は夏の思い出と題されたモニュメント。漁村の原風景をイメージして制作されたもので、今年6月に設置されました。少しでも町の話題になればと町長がおめかしを提案。20世紀梨の衣装は浴衣姿に続く第2弾だといいます。こんにちは。衣装作りを担当する町内の女性を訪ねました。光国美恵子さん。これまでに町民ミュージカルの衣装を10年以上手掛けていたことがきっかけで、衣装制作を請け負うことになりました。まあ、要領が分かればなんとなく手間なんですけれどもできるので、まあ、何かお役に立てることがあればなという気持ちですね。伺った日はちょうど衣装を着せ替える日。今回は泊地区の住民からのリクエストを受け制作しました。ちょっとね、手がね、動かないからね。こっち先着せてみようかな。人間と違って手足が通せないだけでなく、関節も曲がらない銅像。多くの衣装はパーツに分かれていて、マジックテープや安全ピンを使って着せていきます。よく人間だったらちょっとお腹へこませてとか言いながら着付けれるんですけども、ちょっとね、銅像さんは硬くて動けないので、あれこれと試行錯誤しながら作業を始めて40分余り。新たに着付けられたのは地元神社の祭りの大名行列にちなんで制作されたお殿様とお姫様の衣装です。お殿様の羽織の柄の部分は女性用着物の帯を利用しています。まあ80点ぐらいかしら。やっぱり今のコロナ禍でちょっと沈んだ気持ちのことが多いんですけど、いろいろイベントもなくなったりとか、まあ、見ていただいてちょっとクスッと笑ってもらったり、少し楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。次はハロウィンに合わせて衣装が変わるというこの銅像、ますます話題を呼びそうです。